ハワイ島、広ダウンタウンのケータスーパーストア。ハワイ修道19号線の交通が多い交差点に、ある。カイルアコナのケータスーパーストアケータスーパーストアズは、アメリカ合衆国ハワイ州ハワイ島の広に本社を置く、会社で、ハワイ島全体に、同等最大のスーパーマーケットチェーンを展開している。ケータスーパーストアの歴史は、1916年に、 ハワイ島広に小市谷タニ谷口が仲間と小さな食料品店を設立して顧客に品物を届けたりしたことで始まり、それがその後発展して現在は6店舗を展開するようになった。1941年にはヒロのダウンタウンに支店を開き、1946年の津波で元の店が潰れるとこの支店で営業を行った。 1953年にはこれをスーパーに拡張した。その後この店も含めて次の7店が開業している。こうした100年以上の歴史で各店がコミュニティの要望に沿ってアジア食品コーナーを設けるなどをしている。ケータスーパーストアズはやはり地元のフードランドとその子会社サックンセーブや全米チェーンのセーフウェイ、コストコ、ウォルマート、ケイマートなどと競合関係にある。 ありがとうございます。